立浪ドラゴンズ、直近8試合で1勝7敗わらわらわら、思い出したね。より高く飛ぶための準備期間やぞ。高く飛んでるのは相手チームの打球だよ。これでまだ5割ある模様。帰ってきたな俺たちの中二ドラが。本領発揮か。最下位と2ゲーム差、短い黄金期やったね。まだ5割だし焦る必要はない。もう終わりだよこのチーム。中二役で今年も争いそう。まあ中日はいつもそんなもんやろ。柳が悪いよ柳が。最近死球ばっかり出しやがって軟弱者が。ダークで見てるから強豪球団に見える。お前ら、変わらんかったな。赤い中二ドラことエンゼルスと同期してそう。明日は大丈夫だ次期侍エースの高橋宏斗が投げるから。東海マスコミがなんか続いている記録を引っ張り出したりひけらかすとすぐ打ち砕かれる12試合連続に失点得ないとか今日は今日実況する穴が実況すると勝率10割とか言ってた。岡林来てから負けすぎてないか。ボールのおかげやったな。中一か柳から明らかに狂ってるよな。ウキウキして貯金全部使っちゃったタッツかわいい。東海の兆しバリバリ足打てない上に東海という真の暗黒がこれから始まるんよ去年まですら全然マシだったという本物がこれからなんよ。ご視聴ありがとうございました。